クリスタル・パレスはイングランド代表 DF マーク・グエーイ24を獲得するために必要な移籍金を大きく引き上げたようだ。2021年にパレスにやってきた同選手は今やプレミアリーグを代表するディフェンダーの一人となった。以前からプレミアリーグのクラブが獲得に動いているとの報道はあったが、ユーロで大きく評価を上げたグエイは現在レアル・マドリードやバルセロナ、 ユベントスといったヨーロッパのビッグクラブからも狙われているとの噂も浮上しているそんな中イギリスザ・タイムズはグエイがパレスからの新契約を断ったと報じているしかしパレスも同選手を安価で手放したくないと考えており同選手の評価額を5000万ポンド約101億円から7000万ポンド約142億円に引き上げたというこれはユーロでの活躍だけではなく チェルシーから同選手を獲得した際の売却条項で、今後移籍する際には売却額の20%をチェルシーに払わなければならないということも大きく関係している模様。パレスとしては今回主力選手のマイケル・オリーセのバイエルンへの移籍が決まっており、これ以上の流出は防ぎたいところ。グエーイだけではなく、エベレチエゼもビッグクラブから狙われており、クラブは引き止めに全力を注ぐと考えられる。 リバプールがすでにグエイの獲得に向けて動き出しているようだがステップアップの噂がささやかれてきたグエイの去就はどのような結末を迎えるだろうか。構成ザワールド編集部。